今日は、スカイツリーと、その周辺スポットを紹介していきますね。電車で、東京スカイツリーへアクセスする場合、最寄り駅となるのは、東武スカイツリーライン、東京スカイツリー駅、または、半蔵門線、押上、スカイツリー前、駅です。 押し上げ、スカイツリー前駅には他に、京急線、都営浅草線、京成成田スカイアクセス線が乗り入れています。空港から電車で行きたい場合には、こちらを利用するのも便利です。 羽田空港や東京駅、上野駅といった空、陸の交通ターミナルからスカイツリーへ直通でアクセスできるので海外を含め遠方からスカイツリーを訪れる際にはシャトルバスが断然おすすめです。スカイツリーは2012年5月に開業しました。高さは634メートル。 電波塔としては世界第1位。建造物としてもブルジュ・ハリファの828メートルに次ぐ世界第2位の高さを誇ります。2011年にギネス世界記録に認定されています。 タワーを中心に水族館、プラネタリウムのほか、商業施設、東京空町やオフィスビルで構成された周辺施設一体を東京スカイツリータウンと呼びます。 内部は高さ350メートルに東京スカイツリー展望デッキ、高さ450メートルに東京スカイツリー展望回廊があり、展望デッキは360度、総ガラス張りの展望台として、レストランやカフェ、ショップなどもあり、来場者ニーズに合わせた様々な夜景鑑賞が楽しめます。 展望回廊はチューブ型でガラス張りのスロープを登り最高到達点空からポイント451.2メートルを目指しながら夜景を観賞できます。その光景は単に展望名所という枠を超えた非日常的な夜景観賞地となっています。観光するならやはり東京スカイツリー展望デッキは外せません。 4階からエレベーターに乗ると所要時間およそ50秒で展望デッキに到着します。350メートルほどの高さから東京を見渡せば街を歩いているだけではわからない新しい景色に出会えるかもしれません。迫力満点なガラス張りの床もあるので観光の際はぜひ挑戦してみてくださいね。 展望デッキからさらに上に上がることもできます。ここ展望回廊は絶景を横目にスロープ状の通路を歩くまさに空中散歩しているかのような気分が味わえる場所です。展望デッキからさらに高さが加わったことでより遠くの景色を望むことができます。 最も高い地点には空からポイントという演出空間が設置されています。光とガラスを利用した幻想的な空間なので観光の際はぜひこちらにも足を運んでみてくださいね。スカイツリーといえばその眺めの良さに加え夜のライトアップも人気です。 定番なのが隅田川をモチーフにした青や古くから日本で気品のある色とされてきた江戸紫色。近代的な建造物から日本の情緒が垣間見える素敵な時間を過ごすことができます。さらにイベントや季節によってライトアップのカラーは様々に変化します。 過去には、スター・ウォーズとのコラボや、リオオリンピック開催時に、金メダルをイメージしたライトアップも行われました。その他にも、クリスマスやバレンタイン、お正月、七夕といった多彩なバリエーションを兼ね備えているので、昼に限らず、夜のスカイツリーにも注目してみてくださいね。 東京スカイツリーを訪れたなら東京スカイツリーの足元に広がる大型商業施設東京空町にぜひ立ち寄ってグルメやショッピングを満喫してみましょう東京空町には家族連れカップル観光目的など様々なニーズに合わせた店舗が300以上も入っています 下町の賑わいを感じさせるバラエティ豊かな店舗が集まりグルメやショッピングを楽しめます。下町の雰囲気漂う1階空町商店街や日本の文化を感じられる4階ジャパンスーベニアなどそれぞれ個性あふれるフロア構成となっているのが特徴です。 次に紹介するのはコニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウンです。ロマンチックな大人の時間を過ごすならプラネタリウムはいかがでしょうかコニカミノルタプラネタリウム天空ではリアルな音を響かせるスピーカーが採用されているので一般的なプラネタリウムよりもさらに没入感を楽しむことができます。 また、心地よいリクライニングシートやアロマの香りが漂う映像作品など趣向を凝らした演出も魅力です。コニカミノルタの特徴は放映する回によってテーマが異なります。多くの著名なアーティストとコラボし、映像だけに限らず物語や音楽とも融合したまさに贅沢なプラネタリウムです。 プラネタリウムでゆったりと大人の時間を過ごしましょう。次に紹介するのは可愛い水の生き物たちを間近で観察できる墨田水族館です。墨田水族館はお子さん連れで訪れるのにおすすめのスポットです。250種を超える生き物が展示されておりワクワクや発見に出会えます。 エドリウムと題した金魚の展示や東京の海をイメージした東京大水槽、そして水量約350トンと国内最大級の規模を誇る屋内開放のプール型水槽では愛らしいマゼランペンギンを飼育しています。 幻想的なクラゲエリアでは、墨田水族館で生まれた約500匹の水クラゲを観察できるなど、見応えのある展示が満載です。営業時間が基本的に21時までなので、夜のデートにもおすすめです。次に紹介するのは、浅草と東京スカイツリーを結ぶ商業施設東京水町です。 2020年6月に誕生した東京水町は浅草駅から東京スカイツリー駅間の高架下に位置する複合商業施設です。その名の通り、施設は北実験川のほとりという水辺にあり、涼やかな川沿いでショッピングやグルメを楽しむことができます。 宿泊施設やスポーツ施設など個性豊かなショップに立ち寄って下町の賑やかな雰囲気を味わってみてはいかがでしょうか次に紹介するのが水上から東京の名所を観光できる東京都観光汽船です 贅沢に観光を楽しむなら浅草とお台場方面を結ぶ観光船に乗って優雅な水上散歩はいかがでしょうか。隅田川や東京湾で10種類ものバラエティ豊かな船が運航しています。乗ってみたい船を事前にチェックしておくと良いでしょう。 浅草、浜離宮、日の出三橋、お台場海浜公園、豊洲などに発着所があり、交通手段としても便利に利用できます。基本的には浅草を含めた隅田川を堪能するルート。また、レインボーブリッジをくぐる東京湾岸を中心にしたルートがあり、海風を受けながら街の眺めを堪能できます。 ネットから予約もできますので時刻表や料金などをチェックして事前予約をしておくとスムーズに楽しむことができるでしょう次に紹介するのはスカイ・ホップバスですスカイツリーを含め周辺の観光地を巡るならスカイ・ホップバスの利用が便利です スカイツリーや上野、浅草といった付近の観光地を循環しており、なんと1日乗車券があれば、どの停留所でも乗り降り自由です。つまり、スカイツリーで下車し、観光を楽しんだ後、スカイホップバスをもう一度利用して、浅草や上野へ観光に出かけることもできます。 チケットは各営業所を呼び、車内でも買うことができるので安心です。スカイ・オップバスは2階建ての大型バスで2階に屋根は設置されていません。開放的な車内からは大迫力の観光が楽しめます。高さがあるのでスカイツリーをすぐに見つけることができますよ。 いつもとは違ったスカイツリー観光をぜひ堪能してくださいね。今日は動画を見てくれてどうもありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。動画制作の励みになります。皆さんは日本のどんなことが知りたいですかぜひコメントで教えてくださいね。 後半の動画はネイティブ日本人が話す普通のスピードになります。漢字、カタカナに振り仮名は付いていません。今日はスカイツリーとその周辺スポットを紹介していきますね。電車で東京スカイツリーへアクセスする場合、最寄り駅となるのは東武スカイツリーライン、東京スカイツリー駅、または半蔵門線、押上、スカイツリー前駅です。 押し上げスカイツリー前駅には他に京急線都営浅草線京成成田スカイアクセス線が乗り入れています空港から電車で行きたい場合にはこちらを利用するのも便利です羽田空港や東京駅上野駅といった空陸の交通ターミナルからスカイツリーへ直通でアクセスできるので海外を含め遠方からスカイツリーを訪れる際にはシャトルバスが断然おすすめです スカイツリーは2012年5月に開業しました。高さは634メートル。電波塔としては世界第1位。建造物としてもブルジュ・ハリファの828メートルに次ぐ世界第2位の高さを誇ります。2011年にギネス世界記録に認定されています。 タワーを中心に、水族館、プラネタリウムのほか、商業施設、東京空町やオフィスビルで構成された周辺施設一体を東京スカイツリータウンと呼びます。 内部は高さ350メートルに東京スカイツリー展望デッキ、高さ450メートルに東京スカイツリー展望回廊があり、展望デッキは360度、総ガラス張りの展望台として、レストランやカフェ、ショップなどもあり、来場者ニーズに合わせた様々な夜景鑑賞が楽しめます。 展望回廊はチューブ型でガラス張りのスロープを登り最高到達点空からポイント451.2メートルを目指しながら夜景を観賞できます。その光景は単に展望名所という枠を超えた非日常的な夜景観賞地となっています。観光するならやはり東京スカイツリー展望デッキは外せません。 4階からエレベーターに乗ると所要時間およそ50秒で展望デッキに到着します3 5 0メートルほどの高さから東京を見渡せば街を歩いているだけではわからない新しい景色に出会えるかもしれません迫力満点なガラス張りの床もあるので観光の際はぜひ挑戦してみてくださいね展望デッキからさらに上に上がることもできます ここ展望回廊は絶景を横目にスロープ状の通路を歩くまさに空中散歩しているかのような気分が味わえる場所です。展望デッキからさらに高さが加わったことでより遠くの景色を望むことができます。最も高い地点には空からポイントという演出空間が設置されています。 光とガラスを利用した幻想的な空間なので観光の際はぜひこちらにも足を運んでみてくださいねスカイツリーといえばその眺めの良さに加え夜のライトアップも人気です定番なのが隅田川をモチーフにした青や古くから日本で気品のある色とされてきた江戸紫色近代的な建造物から日本の情緒が垣間見える素敵な時間を過ごすことができます さらにイベントや季節によってライトアップのカラーは様々に変化します。過去にはスター・ウォーズとのコラボやリオオリンピック開催時に金メダルをイメージしたライトアップも行われました。その他にもクリスマスやバレンタイン、お正月、七夕といった多彩なバリエーションを兼ね備えているので昼に限らず夜のスカイツリーにも注目してみてくださいね。 東京スカイツリーを訪れたなら東京スカイツリーの足元に広がる大型商業施設東京空町にぜひ立ち寄ってグルメやショッピングを満喫してみましょう東京空町には家族連れカップル観光目的など様々なニーズに合わせた店舗が300以上も入っています下町のにぎわいを感じさせるバラエティ豊かな店舗が集まりグルメやショッピングを楽しめます 下町の雰囲気漂う1階空町商店街や日本の文化を感じられる4階ジャパンスーベニアなどそれぞれ個性あふれるフロア構成となっているのが特徴です次に紹介するのはコニカミノルタプラネタリウム天空イン東京スカイツリータウンですロマンチックな大人の時間を過ごすならプラネタリウムはいかがでしょうか コニカミノルタ、プラネタリウム、天空ではリアルな音を響かせるスピーカーが採用されているので一般的なプラネタリウムよりもさらに没入感を楽しむことができます。また、心地よいリクライニングシートやアロマの香りが漂う映像作品など趣向を凝らした演出も魅力です。コニカミノルタの特徴は放映する回によってテーマが異なります。 多くの著名なアーティストとコラボし映像だけに限らず物語や音楽とも融合したまさに贅沢なプラネタリウムですプラネタリウムでゆったりと大人の時間を過ごしましょう次に紹介するのはかわいい水の生き物たちを間近で観察できる墨田水族館です墨田水族館はお子さん連れで訪れるのにおすすめのスポットです 250種を超える生き物が展示されており、ワクワクや発見に出会えます。エドリウムと題した金魚の展示や東京の海をイメージした東京大水槽、そして水量約350トンと国内最大級の規模を誇る屋内開放のプール型水槽では愛らしいマゼランペンギンを飼育しています。 幻想的なクラゲエリアでは、墨田水族館で生まれた約500匹の水クラゲを観察できるなど、見応えのある展示が満載です。営業時間が基本的に21時までなので、夜のデートにもおすすめです。次に紹介するのは、浅草と東京スカイツリーを結ぶ商業施設東京水町です。 2020年6月に誕生した東京水町は浅草駅から東京スカイツリー駅間の高架下に位置する複合商業施設です。その名の通り、施設は北実験川のほとりという水辺にあり、涼やかな川沿いでショッピングやグルメを楽しむことができます。宿泊施設やスポーツ施設など個性豊かなショップに立ち寄って、下町の賑やかな雰囲気を味わってみてはいかがでしょうか。 次に紹介するのが、水上から東京の名所を観光できる東京都観光汽船です。贅沢に観光を楽しむなら、浅草とお台場方面を結ぶ観光船に乗って優雅な水上散歩はいかがでしょうか。隅田川や東京湾で10種類ものバラエティ豊かな船が運航しています。乗ってみたい船を事前にチェックしておくと良いでしょう。 浅草、浜離宮、日の出三橋、お台場海浜公園、豊洲などに発着所があり、交通手段としても便利に利用できます。基本的には、浅草を含めた隅田川を堪能するルート。また、レインボーブリッジをくぐる東京湾岸を中心にしたルートがあり、海風を受けながら街の眺めを堪能できます。 ネットから予約もできますので、時刻表や料金などをチェックして、事前予約をしておくとスムーズに楽しむことができるでしょう。次に紹介するのは、スカイ・ホップバスです。スカイツリーを含め、周辺の観光地を巡るなら、スカイ・ホップバスの利用が便利です。 スカイツリーや上野、浅草といった付近の観光地を循環しており、なんと1日乗車券があれば、どの停留所でも乗り降り自由です。つまり、スカイツリーで下車し、観光を楽しんだ後、スカイホップバスをもう一度利用して、浅草や上野へ観光に出かけることもできます。チケットは各営業所及び、車内でも買うことができるので安心です。 スカイ・ポップバスは2階建ての大型バスで2階に屋根は設置されていません。開放的な車内からは大迫力の観光が楽しめます。高さがあるのでスカイツリーをすぐに見つけることができますよ。いつもとは違ったスカイツリー観光をぜひ堪能してくださいね。今日は動画を見てくれてどうもありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。